シェアボタンを押さなくても大丈夫だよね。押したんだけど、さっき。じゃあもう、されてると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あと10秒です。はい。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマジョーと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報を発信しております。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノワンからお楽しみください。それではこの後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして、今回のゲストの方をご紹介していきます。それでは一旦 CM です。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111、クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター鈴木の新型ソリオカ、軽がヤッシャイビンド、長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。このシーン、ムービ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 ン、引っ越しするならムービン、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 県内県外ムービン、お部屋の片付け、荷物の預かり、沖縄引っ越しセンター、0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、これからも地域とともに歩みます。生活総楽館。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。さて本日のゲストの方は、いつも、この番組ではおなじみになりましたけども、琉球仮眠所の金城保さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。今日は収録放送となっております。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、お久しぶりで、はい、先月も本当はね、放送があったんですけど、はい、ちょっと 体力不足で体調を崩してしまってちょっとお休みしてしまったんですけれども、お元気そうで、うん、今はなんとか、はい、そうですね、頑張ってやってますね、うん、この数日冷えてきましたよね。そうですよね。もう体調管理が大変で、もともと普段からというか、はい、風邪をひきやすくて、なんか扁桃腺が弱いのかな。あ、そうなんですか、うん、って
で今年も注意はしてるんだけど、はい、まあ、あの出張前もちょっとあって、あ、うん、はい、なんとか頑張ってから今体に気をつけてることが今ちょっとあってね、ちょっと話も、はい、その話もちょっとしたいなと思って。ああいいです ね、うん、ですね。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あの田本さんがね、はいはい、あのお休みの時もですね、あの那覇のね、あの占い、あ、なんだっけ、あの天名ですね、天名ですね、はい、すいません、ちょっと肩書きみたいな、あの忘れちゃって、あの天名の皆さんが普天間直弘先生と普天間さん、はい、はい、ハニーさんと日賀彩さんがね、彩ちゃんと1ヶ月以上もう毎週こっちに座ってたんですよね。え、うみたいですね。そうそうそう。で、あの田本さんの出演の方がね早く予定に入ってたんだけど、田本さんがそのねその時体調不良っていうことで、はい、まあ、急遽またそのメンバーが入ってくれて、あ、ちょうど時間も空いて、時間も空いて、うん、それは良かった。はい、1ヶ月以上天名のメンバーさんですね、あの先日無事に終わりましたこのイベント、トークの夕べ、天使のおじさん、ね、普天間直弘先生とトークの夕べっていうねイベントのね、あの、まあ、告知も兼ねてゲスト出演されてましてね、なんか大盛況だったみたいですね。面白かったですね、あのこの話もゆっくりしたいなって思ったんですけど、まあまあ、 あの、はい、あのそれはまた次やろうかな、次で、はい、はい、一応このね、あのイベントでも、うん、テーマが統合っていうことで、そうですね、はい、統合、うんうんうん、と調和から統合、融合、融和みたいな感じで書いてありますね、はい、うん、まあ、このイベントだけじゃないんですけど、統合っていう言葉をもう僕めちゃくちゃよく聞くんですよ最近、うん、で、このイベントでのそのなんだろうな、あのステージの普天間先生とハニーさんたちと、そして会場にいる我々でみんなでワークしたんですよね。あ、そうなんですね、うん、でハニーさんが誘導瞑想してくれたりしてワークしてね、これがねもうちょっと想像以上に素晴らしかったんですね。あ、統合ってなんかいいなみたいな感じになって、うん、そうですね、はい、まあ、そしてねまた別の日にですね、はい、また統合っていうか、ね、言葉を聞いて、はい、この人はね統合っていうよりも融合だなっていう話をしてて、あ、統合と融合なんか違うなと、まあ、その方曰く統合っていうのはなんか横並びなんかね綺麗に整頓してるイメージあるらしいんですね、うんうん、まあ人それぞれ受け止め方あると思うんですけど、この方は融合って言ってて、なんか融合のね融は解けるだからなんか、あ、そうですね、はい、そうそう、あの難しい字でちょっと、そう、難しい字で、あ、じゃあなんか溶け合う感じですかって聞いたら、ああ、そうです、私はもうこれからはそういう、まあ、時代じゃないかなというような、そういうことをおっしゃってましたね。なんかね、あの今ちょっと こちらにあのチラシがあるんですけど、はい、調和から融和、うん、融合から和合ってなんかすごいいい言葉で書いてあって、はい、いいなと思っているんですけど、はい、和合っていいですね、和合、うん、融合から和合で、うん、沖縄のおばあちゃんたちはよく使うとか聞いてます、うん、和合しないとダメよみたいなね、うん、すごいですね、はい、和合調和、まあ、ゆいまるにもちょっと似てますけどね、うん、そうですね、僕の中での和合とか、うん、あの、はい、融合統合っていうのは、はい、なんだろう、自分の中の良い部分と悪い部分、はい、得意な部分、はい、あの、はい、うまくできるところとうまくできない自分、うん、まあ、はい、あのものによってはね、うん、あったりして、で嫌いな自分、はい、うん、のところ、自分が嫌いな自分っていうと変ですけど、はい、自分の中で嫌な部分も含めて自分だなって思うことで統合和合をしているんですね、はい、これは今年に限ったことではないのでないんですけど、うん、はい、それができるようになってからは焦らなくなったんですよ、はい、あ、うん、それを受け入れていることがあるからかおかげなのかちょっとわからないんだけど、はい、
人って今個性の時代って言われたりもするんですけど、はい、うん、それって例えば良いところは認めることは簡単ですよね、誰でも、はい、能力とかも含めてなんだけど、はい、うん、自分の、なんていうの、嫌いな部分とか、はい、こういうことを考えてしまう悪い癖っていうのを、うん、認めたくない自分だったりがいるんですよね、はい、うん、だけど、うん、はい、それを大まかに言うとネガティブとかポジティブって分けられたりするんだけど、うん、それも合わせて含めて、うん、上で個性って僕は思っていて、うん、はい、でその中で少しずつ改善していければいいなって思ってるんですね、うん、なるほど、改善っていう言い方もちょっとぴったりくる感じでもないんだけど、はい、好きなことをしているだけで、うん、ネガティブとか苦手な部分、はい、うん、も含めて成長できるって僕は感じてるんですよ、僕の実体験でね、うん、なるほど、はい、例えば国語は社会、はい、これ勉強というか学校の話なんですけど、例えば小学校で、はい、国語の科目と社会の科目は、うん、例えば社会を知るにしても漢字だったりひらがなだったりを知らないと勉強ができないけど、うん、はい、そういう意味でつながっている、はい、で数学と理科は理数系でつながっているっていう意味の漢字なんだけど、はい、数学を頑張れば理科も上がっていくような感じ、はいはい、なので引っ張られて好きなことから伸びていくような感じかな。あ、なるほど、うん、だから苦手なことを、うん、無理して頑張っていくのは上り坂だけど、はい、楽しいこと、好きなこと、得意なことを頑張ってるときは下り坂でさーって流れていくような感じ、はい、うん、だから、エネルギー的には流れ、うん、下り坂の方がバーって進みやすい、うん、はい、ロスが少ないっていうかね、はい、時間的にもエネルギー的にも、うん、金銭的にもっていう意味かな、うんうん、なのでそこをおすすめしているんですよね。なるほど、うん、じゃあちょっとさっき学校の科目の、ね、例に例えましたけど、はい、要はというかそのね、好きなことからやっていくといいよと、うん、そうそうそう、でそれに付随して、うん、ね、周辺その好きなこと周辺のこともだんだん分かっていったりして全体的にレベルアップが、ね、うん、レベルアップもできるし、うん、好きなことが広がっていったり、はい、さらに得意になったりしますよね、うん、はい、うん、自信もついたり、はい、安心感も出てきたりとかね、なるほどね、いいことづくめ、そうですね、ですね、僕も小学校とかは塾に通ったりして、はい、勉強したりしてたんですけど、やっぱりね勉強分からないと辛いんですよね、うん、辛いですね、うん、ただ分かると分かったりですね、うん、好きなものができたりすると、まあ、僕の性格はですけどね、うん、それに没頭しちゃうんですね、はいはいはい、うん、それいいですね、はい、うん、それいや没頭はいいっすよ、楽しいっすよ、はい、まあ、それで別に全体的に何て言うのかな、全部を好きになることはできなかったですけどね、ただまあ勝手に成績は上がりましたね、没頭するからね、はいはいはい、分かればやっぱり好きになれば上がるんですけど、うん、これもねさっきの話とちょっと似てるんですけど、はい、分からないことだったり嫌いなことだったり苦手なことをやってる時って、はいはい、自分何やってるんだろうって思ったりするんですよね思いますね、うん、で分からないから時間を持て余したりもするんだけど、はい、そこから考え方の流れで、うん、自分ってダメな人間っていうところにたどり着きやすいんですよ、そこって、はいはい、でそれをそれが何、その考えで何が起きるかっていうと、はい、自分の中の分離が起こってるんです、うん、この分離っていうのは自分を疑ってしまうってこと、自分の中で自分を疑ってしまうと自分はこれができないんだって、はい、認められない人間なんだとかね、うん、一般レベルにも合わないんだとか低いんだとかね、いろんなことを思い始めて、うん、自分を疑って分離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 していくわけ、はい、そうすると力が弱まっていくわけ、はい、精神的なものだけなんだけど、うん、そのエネルギーが弱まっていくと、はい、なんていうかな、自分を自分で卑下して過小評価してしまうわけ、うん、はい、人間の可能性を奪ってしまうわけね、はい、だから好きなことを進めるっていうのは意味があって伝えてるんだけど、うん、まあ、普段は時間がないからここまでお話はしないんですけどね、鑑定するときとかはしないんだけど、はい、その分離をやめたくて自分は統合を始めてみたいなものでもあるんですよ、うんうん、でその苦手な部分も自分だし得意な部分をやってたら伸びていくし、はい、苦手な部分が出なくなる、
例えば1日は24時間で時間を限られてるし、好きなことばっかりをやっていくと安心感とか幸せ感とか出てくるから、あの引き寄せの法則だったりも含めてそこにも関わってくるから、好きなことをやってると苦手な部分が出ている時間が少なくなる、時間的に少なくなるから、あのなんていうかな、考えなくても済むような感じかな、になっていく。でそれが癖づけになっていく、習慣になると、習慣になるいいですよね。だから分離しにくくなるんだよね、疑い、自分の中の力を疑わなくなってくる、信頼していく逆に。なるほどね、この自分を疑うっていうのは本当にね苦しいことですよね、ですよね。あのでも何かね得意なこととか好きなことしてる時ってね、自分のことを本当に疑うとかそういう考え方も生まれない、本当に楽しくてそこに、その世界に没頭するっていうことだからね、そうですね、幸せですよね、幸せになるし自分をいいことづくめだね、自分を疑うことがこう自分の中で分離が起こるんですね、このハニーさんのイベントでもですね、なんだっけな、その小さい頃の苦しかったこととか、あの一番辛かったこととか、またはあの嬉しかったこともですけど、あのそういったことを思い出してこのね自分、今の自分と一体化していくっていうことをやったんですね、そうするとね、なんかね僕そのワークのこう感想としては本当にね想像以上に素晴らしかったんですけど、この自分に起きた変化っていうのがですね、あ、めちゃくちゃ元気出たとかっていうものとは次元が違ったんですよ。あのさっきまでの自分じゃないほど、なんだろう、生まれ変わった感じでしたね。さなぎから蝶へみたいな、あの感じで、あ、統合ね、自分自身と一つになるっていうのは、あのこんなにもエネルギーが湧くのかっていうよりも、こんなにも違う、なんていうかな、違う存在になるのかっていう感じで、本当に次元が違う変化がね、起きました。素晴らしいね、今の例え方もありがとうございます。分かりやすいし、でもこのね、自分を疑うっていうその田本さんのキーワードから、あ、これが分離かと、あのちょっと僕も、思ってそのイベントのことを思い出したんですけどね、分離するとね、意識が分離すると、あのもう自分に自信がなくなって意識がふわふわとこの辺になって収束できないわけね、自分に集中できなくなるから、やっぱり損なんですよね、いろんな意味で、でさっきね、あのハニーさんが今おっしゃってたような話の中で、あの統合の中で今インナーチャイルドの話をちょっとしてたわけ、インナーチャイルドに関わる話 で、でこれおすすめなんだけどね、あのどんな人にもおすすめなんだけど、例えばあのネガティブなことだったり、あの過去に起きたもうトラウマとか嫌なことってあるんだけど、それをあの人って全て覚えてるわけじゃないわけ、そうですね、あの昔になればなるほどね、記憶の中にあの封印していることがあるの、勝手に、無意識の自分が自分を守るためにあるんだけど、で例えばそれを思い出せないとしても、思い出すあのこの段階っていうのは、例えば今年のこと、で今年が終わったら去年、で一昨年ってやっていくと、1ヶ月単位であのなんていうかな、あの戻っていくと思い出しやすい、で思い出した時に、その時に記憶の中にある感情を全部出す、っていうことをやっていくと、あの溜まっていったネガティブが解放されるわけ、でそこで統合が始まる、インナーチャイルド自体が統合なんだけどね、過去に分離した自分とあの統合していく、封印していた自分と統合していく、で子供時代に虐待を受けてたり、あの愛情を不足してて、あの親からの愛情を受けられなかった人とかも含めて、自分あの子どもの自分の時はこういう思いだったんだよっていうことを目の前にこのイメージ的に作り出して、自分の子ども時代をね作り出して、それを抱きしめて一つになっていくような感じ、一つにしていく、一個一個一つにしていく、なるほど、していくとあの癒されていく、どんどん、なるほど、ポジティブなことっていい、あの良い出来事っていうのはあの体の中にたまらないわけ、たまらないからいいんだけど、ネガティブなことってたまっていくわけ、解放しなければ、その解放が、
例えば怒ったり泣いたりすることで解放される、うん、例えば涙だったり言葉にすることで言動をすることで外に出すことで解消されていくの で、うん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 、で僕はその時の中であのカラオケしたり、はい、DVD を見て泣いたりとかして、はい、方がいいよってお伝えはしてるんだけどね。なるほど、うん、そんな感じで出した方がいいですね、うんうん、過去の、ね、インナーチャイルドって、ねはい、あのその過去の自分の癒しみたいな感じで、まあ、捉えられますけど僕ねあのそんなに取り組んだことなくて、まあ、思い出した時にやるみたいな気づいた時にやるって、うん、っていう程度なんですけど、はい、今回のねあのそのあのハニーさんのしてた統合のワークをですね体験したその感じではあの、はい、そうやって過去 の、ね、あの自分っていうのが要は重いエネルギーなんですよね、うん、あのその重いっていうか何かの足かせになってる自分のブロックになってるとかあのそういうものだと思うんですけどあのそういったものと向き合ってその一つになっていくっていうそういう作業はあのなんかねあ気持ちがすっきりして癒されたっていうっていうよりもねその次元が上がっていくっていうねことなのかもなって僕はちょっと思いました、はい、あ次元も上がるとは思いますよ、はいうん、あなんか次元って意識レベルとかねそうそう次元ってつい使っちゃうけどあのまあ我々は3次元に生きて いてなんていうのかなよくねこの精神的な世界ではそのあの次元上昇という言葉がよく出てくるんですよね、はい、あのそれであの自分の生きてるこの世界っていうのは、まあ、同じに見えて昨日とは全然違う世界であったり本来はね、はいはい、自分が変わっていくとねあの、まあ、そういうことが言われるわけですけど ついついねあの次元って使っちゃうんですけど本当にねより良い新しい自分に なっていきますね、うん、そして住む世界も変わっていくでしょうっていう感じがしますね、うん、そうですね、はい、でこの流れの中で、まあ、あの今もう年末に差し掛かって師走ですけど、はい、あの来年に、うん、来年に対する来年からの生き方とかね考え方とかもちょっとお話できたらなと思ってますけど、ね、ぜひよろしくお願いします、うんうん、でちょっと CM 行く前にですねちょっとあのツイキャスでコメントが来ております、はいはい、大塚健二さん、こんにちは新座市からツイキャスで見ていますと新座市って難しいですねどこだろう埼玉あ埼玉ありがとうございますありがとうございます、7度だそうですうわいや嫌ですねとか言ってあのちょっと感覚がうん、あの長袖だけど腕まくりして半袖みたいな感じになってるけど純くんねそうだね風がちょっとあるぐらいで気温はそんなにはないんだけど、ねうんうん、で続いてアニマンお姉さん沖縄セルティさんお茶をありがとうございますありがとうございます、はい、大塚さん羨ましいって書いてある僕も明日から福井県に出張なのでちょっとうんうん、あまあちょっと沖縄の人からとっては大変かもそうだね福井県って井戸あ井戸じゃない どこの辺りかなあどこだっけ東北に近いですかね多分上の方ですよね、うん、僕地理が超弱いんで僕も超弱いんでこれからどこに行くのかっていうのがこうあの位置的に分かってないあこれから行くけどまだ位置的にあんまりいまいち分かってないところもあるそうあの東北あたりかなって思ってたからあのあもうコースト持っていこうかなみたいな、うん、あのねあの沖縄人によく言えるのがあの、はい、離島っていうか島だから、はい、あのなんていうかなどこに何県があるっていうのは分からないよねそう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 あのこれね電車でつながってたら多分理解しやすいと思うんだけど、ね、そうそうそうあと僕のねあの個性としてね、はい、あの超絶方向音痴なんですよねあ僕もです、あ、ま、負けませんよ僕はあの地元も迷うぐらいですからねちょっとねあ車の運転するときにこれはね僕もあ実は張り合ってもねそうですけど僕よくねデパートとかでトイレ出るとね、うん、あの出る方向、はい、あ分かりますよね分かりますあともう駅
あ、駅ね、もう駅 の、はい、あの東西南北の出口間違っただけでももう大変だったり、あの新宿駅とかね、もうダメなんですよ。一回出るともう反対側に回るまでにもうすごい時間かかって新宿駅はね、うん、あのリアル迷宮ですからですね。じゃあすいません、あのここで一旦 CM 挟みたいと思います。それでは一旦 CM です。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。場面とか、あ、わかりました。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。これからも地域とともに歩みます。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は、私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組では YouTube ライブやツイキャスでも配信されておりますので、 FM ギノワンのホームページをチェックしてみてください。またメッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com までよろしくお願いします。それでは後半をお届けしていきたいと思います。本日のゲストは琉球仮眠中の金城保さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、なんか保さんとお話ししてるとね、いつも時間が足りないというか、そうですかね、不足がち、うん、後半になってくるとなんかちょっと足りなくなってくるんですけどね。そう、ね、前半は統合とかね、自分の心、はい、のね、お話でなりましたけど、さて、ね、はい、後半もう、あ、ですね、はい、今日ちょっとお話ししたいことがあって、はい、来年への抱負とか、うん、はい、うん、抱負とかね、心構えっていうのをちょっと、うん、まあ、ちょっとだけお話ししたいなっていうのがあって、うん、まあ、今年は令和元年になって、まあ、いろいろバタバタもしてたりとかするんですけど、はい、で来年は干支がね一周してスタート地点に戻るんですよ。寝年に戻るんですけど、はい、うん、この寝年のスタートっていうのは、うん、何を始めるにもよくって、で、うん、一番いいのが新しいことを習慣化すること、うん、これから取り入れようとして思っていること、うん、これをできたらいいなって思ってることを来年から始めるのがいいんですよ。あ、もう今年でもいいんですけどね、令和元年なので、はい、先話したように、うん、今年でもいいんですけど来年からが一番ベストですね。うん、だから体作りだったり運動だったり勉強も含めて、はい、もういろんなこと、新しい趣味だったりも含めて、あ、なるほど、いいですね。でこの機会を逃さないように、はい、来年からまた生まれ変わった自分というかね、うんうん、
毎日新しい朝ではあるんだけれども、新しい1年にしてもらって、うんうん、好きなことを取り入れて、パワーアップしていくような感じですね、はい、なるほど。もう思い当たることっていうのかな、いっぱいありますね、はい、あ、今年はね、今年1ヶ月前ぐらいかな、バドミントンを始めましたね、僕は。そうですね、言ってましたね、うんうん、これは週1？ 週1ですね。週1、いいですね、はい、超楽しいですね。運動量すごいんだよね。運動量すごいですね、うん、こんなに筋肉痛なるかっていうぐらいな、はいはいはい、筋肉痛になりましたね、足が。そうそうそう、僕もやったことあるけど、もうこんな狭いコートの中ですごい動くんだよね、縦横無尽にね。そうですね、体を動かしたりね、まあ、僕 の、 まあ、個人的なことなんだけど、はい、体を動かすことを始めたんだけど、はい、ウォーキングとかね始めたり、はい、で、ね、食生活もちょっと気になって、はい、大麦若葉今更ですけど大麦若葉を買って飲んでて、で乳酸菌生活はもうしばらく続けてて、うんうんうん、ヨーグルト、キムチ、味噌汁の味噌とか、ね、はい、納豆の始めているんですけどね、うんうん、はい、ちょっと良くなってきたかなっていうのはちょっとありますね。ああ、いいですね、うん、そういえば最近始めたことで、また食のことなんですけど、はい、先日ね、かす汁っていうのを食べたんですよ。あ、食べたことない、はいはい、はい、かす汁って言って、東北の料理かな、東北とか北海道かな、ちょっとごめんなさい、わからないですけど、寒い地方みたいで、酒粕をなんか豚汁に混ぜたような、はいはい、料理で、テレビでは見たことある。あります、テレビではね、うん、僕知らなくてね、初めていただいたんですがね、激うまで、体もめっちゃ温まるし、あ、はいはい、あ、いいなと思って、ちょっと酒粕って、あ、酒粕なんだあれ、あ、だったと思う、うん、なんかな、それで温まるのか、酒かすと、なんか他にもありますよね、似たようなの、お米かな、なんかな、麹かな、ごめんなさいね、ちょっとどっちか分かんないんだけど、一応スーパーで酒かすっていうのを売ってたから、僕買ったことないんですけど、買ったんですよ。で、まあ後ろ見たらね、甘酒を作るとか、そのなんか、はいはい、ね、かす汁の作り方とか、なんか一応書いてあるんで買って、それで味噌汁に混ぜてね、生姜入れて、なんとなく温まりそうな感じでやってるんですけど、ね、うんうん、あ、なんかいい、ね、なんかいいような気がします、うん、時間が分かる、体にはでもいいと思うね、うん、続けたりとかするとね、そうそう、うん、発酵食品だから、あ、そうそうそう、あ、発酵食品だしね、まあまあいいのかなと思って、うん、これおすすめね、超簡単だ、本当だね、おすすめだね、うんうん、僕もちょっと買ってみ終わったら、うん、そうそう、そんな感じでね。あと新しいことっていうと、うん、習い事も、ね、習い事でも、もう趣味でも、もう何でもいいんですよ、うん、種類にジャンルにこだわらずも何でも、はい、取り入れて、うん、新しい自分作り、はい、で、そうですね、次の12年を、うん、飛び続けるためにも体力、はい、うん、で統合とか意識の話の中で、はい、意識もバイタリティが必要なんですよ、タフさが、はい、うん、精神性の強さっていうかな、はい、必要なので、うん、その精神的な強さっていうのは肉体をもとにしているので、うん、肉体と連動しているので、はい、体が作り上げられると丈夫になっていくと、うん、精神性も丈夫になっていくっていうところもあるので、うんうん、やっぱり関連しているのでね、体を鍛えていくとか、そうですね、うん、もう必要ですよねと思って、はい、僕来年からジムに通うことを決めました。あ、素晴らしい拍手するってことなんですけど個人的なことなんですけど、はい、来年からちょっとね、うん、僕は申し込みももう体験入学みたいなのもやってきて、あ、はい、素晴らしい、やってきて、そうそう、僕先日古神道のね、僕が、はい、勉強してる古神道の先生がこう沖縄いらっしゃってて、この方は合気道の達人でもあるんですが、先日五十流空手も、うん、なんか京都支部を出すほど、京都の方なんです、はい、京都支部を出すほど鍛錬っ
ていうか鍛錬というか、なんか僕が言うと偉そうでなんかちょっと申し訳ないんだけど、まあ、武道の達人でですね、でそのなんていうのかな、この武術とスピリチュアルってものすごくつながってるなってよく感じるんですよ。なんかその武道で大事にされてることがもうそのままそのこの精神世界といいますかね、見えない世界に対して の向き合い方なのかなって思ってね、すごいですね、うん、すごかすごい、もういい話いっぱい聞けましたね、うん、あまあそれでね、空手もねちょっと習ってみたいと思ってたんですけど、うん、ちょっと体験してみたくて、はいはい、その要は魂と体っていうのかな、こう一致させる、そうですよね、うん、はいはい、自分の精神とこの体を一致させるっていうのが、うん、まさに武道だったり書道だったり、華道もそうかもしれないし茶道もそうかもしれないですね、自分の理想とするこの体の形っていうのかな、使い方とか、うん、その自分の思いと体の動きを一致させるっていうのもそのいいことっていうか、もうそれこそが一つのね人間の目的のね一つなのかもしれないと思ってね、ちょっと武道もやってみようかなと思いましたね。いいと思います、とても僕もちょっとだけ前にやってました、うん、空手、あそうですか、太極拳がずっと習いたくて、はい、僕引っ越しする前はちょっと広いところのワンルームに、うん、まあ、事務所兼自宅でやってたんですけど、はい、そこで例えばなんていうかな、自分で気を感じて動きたくなるわけですよ、こうやって、うん、で動きたくなるんですけど、それをやってたんですね、はい、広いから普通に一人でやってたんだけど、はい、でその時にちょうど空手の名前は出さないんですけど空手の館長さんが、うん、先生が来てくれて、はいはい、でそこで空手の方は太極拳を、うん、太極拳は空手の方が、うん、ゆっくりになった動きだよって言われて、ほうほう、なんか教えることもできるよって言われて、はい、で習い出したんですけど、はい、習い出したら結局空手だったんですよ、はい、最初から空手だったんだけどでもねそこで空手の面白さに気づいてハマ、うん、ったんですよ、あ本当ですか、はい、でも半年くらいだったんだけど、はい、そこは実践空手で多分そこも剛柔流だったんじゃないかなって今思うんだけど、もう 4,5 年前の話なんでちょっと覚えてないんですけど、そうですか、で空手的にも自分のネームをちゃんと入れてねやろうと思ったんだけど、ちょっと忙しくなったのもあってちょっと距離もあったのでね、はい、一緒にだったかな、うん、だったんだけど、それでね、うん、まあ、理由としては、辞めた理由としては、はい、まあ、僕は力は弱いんですけど、うん、実践空手で先生を殴れないっていうことに気づいてね、人を殴れないのことに気づいて、うん、もうその弱さではできないと思って、はい、もう行かないようになって、別の理由をつけてちょっと、うん、辞めさせてもらったのに期待したんですけどね、多分剛柔流とかその伝統的な空手じゃなくて、なんか実践空手なんですよね、実践なんですよ、そこ、はい、うん、ね、人をね思いっきり殴れないっていうのはね、もう前も話しましたよね、なんか2人でちょっと、うん、とっても理解できるんですよ、うん、もうできるわけないだろそんなことみたいな、無理なんですよね、兄弟喧嘩とは違うんですよ、うん、それでもね、うん、ブレーキがかかるというか、はい、あとね、ムカついたからといってそのドアとか思いっきり蹴破れないじゃないですか、はい、それもしないですね、感覚似てるんですよ、うん、ぶつけちゃいけないとか、うん、いう感覚が僕は働いてね、うん、まあでも空手っていうのはねその型、はい、をひたすらやるみたいなんだけど、分かんないですけど、うん、詳しくないから、まあ、学ぶことがいっぱいありそうだなと思ってね、うん、言います。まあ、空手の型を最初は習うんだけど、うん、習った後はもう1ヶ月後ぐらい、うん、2ヶ月目ぐらいからもう実践なんですよすぐ実践で、実践の時にやっぱり擦れたりするじゃないですか、人と、はいはい、本当に実践なので、うん、その相手の気迫が怖いんですよねで怖いんだけど、こちら側も気迫を出さないと、うん、木なんですよ、木の融合、はい、融合なので、うん、この木を構えて
受け流したり受け止めたりをしないと、うん、ここがもう やられるっていうかね、うんうん、もうその時は本気なんですよ。その瞬間は僕も、はい、本気なんですけど、終わった後に元に戻るんだけど、うんうん、その元に戻った時に、うん、あのすっきりしてるんですよ。あー、なるほど。爽やかっていうぐらい、はい、あのもうネガティブなものを出し切った、うん、出し切って、で車で家に帰る瞬間まですごい気分がいいんですよ。鼻歌歌うぐらいの感じで、はいはい、でこれなんだと思ったわけね、うん、意識のオンオフとか切り替えとかね、うんうん、やって、でこれだったら全然続けられるなとは思ってはいたんだけどね、うんうんうん、なるほどなるほど。あれくらいの爽やかさはすっきり感はちょっと今まだないですね。あ、やっぱ体を動かしてからじゃないとっていうか、うんうん、あのね、こうこの番組癒しがテーマですけど、あのよくスピリチュアルなテーマに偏ったりするんだけど、はいはい、そのやっぱり体をですね大事にできないとバランスがね、あの崩れちゃうよっていう話がよくあってですね、はい、あの例えばスピリチュアルな能力を開眼したいからって言っていっぱい練習するんだけど、このまあ古神道っていうかね、日本というかその本来はあの体の丹田が開くとこの第三の目も勝手に開くと、はい、神丹田だったかなって先生がおっしゃってて、あの基礎が体で、そのなんか大きなエネルギーを受け止めるためにもあの体っていうのはある程度鍛えたりしないといけないんだよっていうふうにおっしゃってました。いいですね。やっぱりそういうところにつながっていくのかなとは、うん、僕も今は思いますけどね。そうですね、うん、僕もですね、精神だけを鍛えようとしても、うん、心だけをあのプラスに考えていこうとしても、はい、さっきの統合と同じようにあの、うん、ベースも大事なのでね、はい、心と体のベースで、そこを和合とか統合していくのも必要なのでね、うんうん、いいですね、はい、あのね、体、さっき空手で本当に心がすっきりしたっていう話されてましたけど、はい、本当にね、古神道ではみそぎ払いって言ってね、あの日頃たまった汚れを払うっていう、払ってじゃあ元の自分に戻りましょうみたいな考えがありますけど、はいはい、その体を動かすっていうのもみそぎ払いなんですと。ウォーキングもみそぎ払いです。わはははって笑うこともみそぎ払いって言ってましてね、あの日々みそぎ払いなんだなっていうことですね。そうですね、出すことはじゃあみそぎになりますね、うん、はい、僕ね、この相談に来た方のね、はい、と話するときに、うん、呼吸っていうものを教えてるんですね。あ、はい、うん、で呼吸で、あの勉強すること、趣味で遊ぶこととはまた違うんですけど、勉強と自分の中に習得していくものってありますよね、うん、習い事とか、はい、で仕事してたり会社に行ってたり、うん、でストレスもそうですけど、うん、それって吸収なんですよ、うん、あの吸う、なるほど、呼吸の吸うってことで、はい、人って意識してないと、うん、あのいつも吸ってるんですよ、うんうんうん、いつも吸収してると思ってくださいね、要は、はい、うん、いつも吸収してして、うん、で吸収、あの吸うから吐くに今度転換するときに、はい、吐くっていう行為は歌を歌うこと、言葉をしゃべること、暴言を吐くこともそうですけど、はい、吐く、はい、で涙を流すこと、汗を出すこと、はい、トイレに入ること、お風呂に入ることも吐くっていうことなんだけど、はい、吐くはあの好きなことをしているときに吐く、うんうん、だけど日本人とかあの、はい、特にね吐くことが苦手なんですよ、とても、はい、吐くの苦手で、うん、だから吸収吸収吸収って勉強ばかりが素晴らしいってことだけを思ってはいるんだけど、うんうん、分かってはいるんだけど、はい、吐くことが分からないから自分の器の中にいっぱいいっぱい溜め込んでるんですよ、ストレスも勉強も、はい、で、はい、それを解放しないといけない、本当は、うん、なるほどなるほど、でインプットしたものはアウトプットしないといけないから、これも呼吸なんだけど、はい、その呼吸のバランスが崩れてるわけ、うんうんうん、28ぐらい、19ぐらい崩れてるわけ、はい、これを本当はできたら55とか64ぐらいにまで持っていかないといけない。なるほどね、うん、呼吸大事、なるほど、意識してないと見るもの全て吸収だから、はい、そうですね、記憶だから、これも吸収でも、あの吸収するには吸収限界があるから、うん、いっぱいいっぱいになってしまう、はい、そこで発散しないといけない、癒しがあるっていうことも含めて、そうですね、あの SNS とかがね、あの SNS 問題だし、なんか
ネットを見る機会が増えて、あのね、僕最近断捨離の本読んでたんですけど、そこでふと思い至ったのが、やっぱ過剰っていう不幸、過剰という不幸っていう言葉がなんか出てきたんですね。はいはい、この僕たちって見るものを無意識に吸収してるのでね、やっぱり、そうそう、普段からね、はい、情報がもう過剰で、情報過多でね、うん、でも逆にじゃあ不足っていうことを考えたら、あの不足という幸せって成り立つのかなと思ったら、僕は成り立つと思ってて、あの不足ってねいいかもと思ったんですよ、うん、不足の中でしか自分が足りてるんだっていうことを知れないじゃないですか。はい足りないものも足りてるものも不足で知るよね。そうですね、ね、あったりすると、うん、まあ不足でなくても、あの過剰という世界から抜けて、まあ、ほどほどで良かったんだって気づいたり、良かったんだって思い出すこと、これはあの足りない世界、ちょっとあの足りない世界でもあの思い至るのかなって思いましたね。でそこでちょうどいいっていうのを知っていくプロセスになると思いましたね。あ、いいですね、うん、すいません、なんかあの来年のこととは関係ない話になってしまったけど、でもね、あの、うんうん、全然いいと思う。来年っていうか、その新しいことを始めるっていうことで、その、はい、食べるものもだし、体のこともですけど、僕は瞑想をね、瞑想をちょっとちゃんと習慣化してねやろうかなって思ってます。いいですね、今更やっぱりもう全てをあの呼吸に合わせていくと、吸うか吐くか、はい、で吸うことも含めて、はい、何を吸うか、なんか選んで吸うこともいいんですよね。はい、あのさっきの SNS の話もそうですけど、はい、テレビ番組も、うんうん、あの情報過多すぎて、で僕ニュース見ないようにしてるんですよ、やっぱり。あ、はい、うん、あの必要のないニュース、そうですね、で本当に大事なニュースはあの、うん、ネットからでも拾えるし、あ、そうですね、で本当にいい番組っていうのは、例えばあの動画、はい、動画サイトとかであったり上がってたりするので、はい、そうですね、後で見るとかね、うん、なので今この瞬間を自分が決めて、うん、何をするって決めて動く、はい、っていう意味で活動はしてるので、うん、それがちょっと功を奏してるところはあるかなと思って、うん、この呼吸のね、数拍の、なるほど、やっぱり選んで選んでいきたいですよね、今後は、はい、吸収するにしても、自分がどうありたいかね、あのちゃんとイメージがついていないとね、そうですね、まあ、食事も口の中に入れるものもね選んで数拍で、あとは始めたことをやり続けないといけないんですかね。いやそれはね、あの、うん、時と場合と物によるよね、物による、うんうん、続けることが苦になっていくんだったら、はい、そこまであのおすすめはしないですよね、うん、やってみて、うん、思うようにはかどらないとか、はい、イメージが違うとかね、やってみてなんか違うと違ったとかっていうのは、うん、もうあの離れてもいいと思うし、うん、でもあのやらないとそこ分からないから、はい、でやった時に誰と出会うかとかご縁があったりとかもするので、る、はい、その意味もあったりするから、うん、無意味ではないんだよね、はい、これを思ってたことが違うから、分かっただけでもよしとしようっていうことも大事だったりするし、はい、で次に進めるからっていうのもありますよね。そうですね、うん、あの僕このラジオですね、その自分で Facebook ライブで放送したりして、はい、そして動画を残しといて、このラジオのホームページがあるんですよね。あ、はいはいはい、ゆりんこ沖縄っていうホームページがあって、うん、そこにアップしたり記事を書いていかないといけないんだけど、いろいろ忙しくなってね、ずっとやってなかったんですよ、うんうん、で先日このね、またハニーさんのイベントですけど、ここでちょっとお手伝いしようと思って行ったら、知らない人からラジオ見てますよ、ラジオ見てますよ、ラジオ見てますよ、4、5人に言われたんですよ僕、みたいな、知らない人からも言われて、と思ってびっくりして、で久しぶりに会う方からも言われて、あ、いいですね、と思って、みたいな。だから僕はてっきりね、あのいいね押してる人とかコメント書いてくれてる人のことはなんか頭に残るけど、見えない人たちも見てるんだというのが分かって、うん、ね、あ、これはもうちょっと気を引き締めてかからないとな
って思ってね。どこで誰が聞いてるかは分からないからね。分かんないですね。いやでもね、いやトーマさん、そんな言わずに緩い感じでやってくださいって言われてああ そうですかみたいな。それはトーマさんの良さだと思う。緩さっていうのはね。そうそう、あの、うん、このね、僕最近またあの YouTube、 そのね、ゆりんこ沖縄の YouTube チャンネルを作ってあるんですよ。はいはい。でそこにまたあの動画をアップするあの、ね、作業を始めたんですね、また。であのそのホームページの更新も少しずつ始めて、はい、やっぱりあのこれはね、中断はしてたけど、あの続けてあの やめなかったわけですよ。中断はしたけどやめなかったですね。であのこれは気持ちを新たにやろうって思ってあの思いましたね。うん、いいですね。はい、うんうん、だからこれで、はい、ね、あの生活できるほど、うん、あのお金をいただけるとか、うん、そういうことはもう抜きにして、うん、これは好きでやってるような面もあるし、うん、あのあまり深く考えないで、これはじゃあもうやり続けようって先日決めましたね。うん、そうね、うん、今それを決めてもいいし決めなくてもいいしね、うんうん、そこまであの制限しなくてもいいし決めつけなくてもいいしね。重荷になるとね、うん、まあ重荷になってもいいんですけどね、あのそこでまた自分が、リフレッシュを経験したりまた戻ってきたりで、続けないとわからない世界がまたあるはずなので、これにもね、そうだね、うん、あの続けることで見えてくる、つながってくることもあるのでね、うん、そうですね、うん、ちょっとここでツイキャスでね、またコメントが来てますね、うん、さっきの方向音痴自慢をしていたねあの時のコメントですけどまあ気持ちの方向付けは得意なのにはははみたいな、あの大塚さんがあの来てますね。もうこれは治らないですね、僕は。そうですね、あのね、ちょっと聞いた話なんですけど、あのあるデバイスがあって体にね、はい、なんかベルトみたいに巻いて、北の方向を振動で教えてくれるんだったかな、北を。これをつけてるだけで方向音痴が治ったっていう記事が昔あったんですよ。でこのデバイス調べてもまあ誰が打ってるか分かんないんだけど、うんうん、まあ、そういう話がありました。ごめんなさい、あの Facebook ライブでですね、はい、ジョーさん、福井県は北陸だよという。北陸と言われてもね僕は分かる分かるちょっと滋賀県の上の方で石川県の下ですよって、ね、あ、そうなんだ、下の方。あ、そうか、滋賀県は、滋賀県は行ったことあるよ ね、ご縁ありますもんね、うん、そうそう、自分の知ってるところからね計算しないとよく分かんない。近畿に近いんだね。うん、うん、そうかそうかあーびっくりした、全然違ったねそれで納得するから僕もそうそう、いや空港にさえ行けりゃいいだろうみたいな、うん、あそうか、明日から行くもん、ね、そうそう、ほんで、うん、あのGoogle マップ見てたらいけるだろうみたいな感じで、うん、僕はそうそう、いけるからね今はね、大雑把に考えるから、ね、今はもう何不自由しないからね、本当どこに行くにしても。逆にね、うん、僕 iPad がこの世から消えたらね、やばいっすよ、それほど。僕もパソコンがなくなってるとちょっと危ないんだけどね。そうなんですよね、うん、あのすいませんね、ラジオもうエンディングも近い、はい、もうそろそろお時間、今日も早いですね、はい、すいません、あの田本さん、あのちょっと告知などあれば。あ、今月12月11日から12月25日まで東京出張があのまた定期的にあって、はいはい、頑張ります大丈夫です、ありがとうございます、はい、あと2分ぐらいあるので。あ、そうですか。どんなして予約とか、うん、あ、僕の琉球仮眠中で検索をすると、うん、僕のホームページが出てくるので、はい、そちらから申し込みは OK ですね、はい、申し込みをしてもらって、はい、まあ時間がない場合には直接お電話でもいいので、うんうん、電話でもその電話番号もホームページに載ってますので、はい、チェックしてみてください。あと動画もしてるので、はい、あ、見てます、はい、ありがとうございます、はい、あの琉球は琉球で、はい、仮眠中っていうのは神と人、はい、神様と人ですね、これで仮眠中と読みますので、はい、琉球神人
で近所を保つ神の人でもないんですけどね。でも言い方が神の人っていう意味ではないんですけどね。あ、なるほど、うん、はい、あ、ごめんなさいね、検索する、ね、検索すると出てくるので出てきますので、もしあの時間ある方はあの、うん、確認してください、見てください、はい、で田本さんがね話してる YouTube チャンネルもありますからね。あ、はい、そうですね、はい、先日見ましてね、勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろまた話したいことが今思い出すんだけど、あと20秒くらいで話せとか言って、あのね、あのイベントとか芝居見に行ったわけ、先月、うん、はい、見に行って、まあ、お誘いがあったから見に行ったんですけど、うん、どう忘れした、三河健一郎さん の芝居でちょっとお友達で、あ、そうなんですか、なってて、うん、なって、でもすごいよくて、なんか号泣してしまって、永遠の1秒っていうタイトルだったんだけど、あの有名らしいですね、毎年何度もやってますよね、ってすごく良かった。またあのいろいろあると思うので、あのお時間ある方は見てくださいね。僕も 見ていきたいと思います。さて、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。本日のゲストは琉球仮眠中の金城保さんでした。パーソナリティは東間ジョーでした。また来週会いましょう。ありがとうございました。戦争だったんだけど、はい、去年私も見に行ったんですよ。あの三河さん出てないやつ、別の方がちょっと出てて、お誘いで、だから感動しましたね、うん、あの3人 の軍人役の人、若い人たちは、はい、多分一緒じゃないかな。あ、そうですか、ね、うん、一緒だと思う。その人たちよかった、すごい演技、うん、そうそうそう。